どうも男子ライフトーキングの,友達の人でございますさあ、えー、今日はね12月の30日2016年も、えー、今日と明日で終わりということでですねちょっとこの「男子ライフトーキング」振り返りたいなと思いますけどもまあ3つそうですね大きく言うと3つまあ1つは まあ僕のね、ライフワークでもある、削れスクラッチチャレンジ。えー、こちらが、えー、今年に入ってから、えっ、ー、と、25本動画を上げました。まあ、結果は、なかなかね、うーん、っていう感じでしたけども、まあね、これはライフワークなんで、まあ、今後ともね、継続していきたいなと思うんですけど、まあ、課題というか、コメントでもね、 何度か言われてるんですけど、あの、タイミングがね、ずれてるんですよ。実際に今、リアルタイムで発売されてるものと、僕が動画で削ってるものが、まあ、ちょっとずれてると。ちょっと僕の方が遅いんですよね、動画を公開するのが。今まではやっぱり、その、動画を撮る前までは、もうその場で削ってましたけど、動画を撮るようになってからは一旦家に持ち帰るとここで削るために。えなので、 うーんまあ、買い物のねこう流れの中でこう売り場があったら買うっていう感じなんでほ、まあ、他にもこう買い物があってね家に帰ってくるとまずそれはこう片付けてみたいなことを一旦置いといてってやったらこうちょっと間が空いてしまうみたいなちょっとね謎の現象が起きてしまうんで、まあ、それをまあ改善してねできる限り発売されている間にその発売されているものを削ると、まあ、そういうふうにね。 やっていきたいなといいう,うに考えてので、はい、もう一本はとても反響が大きかったという意味では「えっと、じゃないバーガー企画」っていうのをね僕やったんですよ、えー、っと9本ぐらい動画出しましたけど2月ぐらいですね2月ぐらいにあのマクドナルドでね名前募集バーガーっていうのが発売されたと思うんですけどそれがまあ一応その ネガティブなな感じで話題になるとその写真とね実物があまりにも違うじゃないかと写真ではもう具があふれんばかりなんだけど実際はもうなんかえっていう具あるみたいな開けてみて初めてあーああみたいなでコメントでもねもらったんですけど人によってはそもそも具がこう欠落してたりとかする人もいたみたいでまあそういう。 こともあってね割と有名になったっていうことなので、まあ、写真通りのボリューミーなものを、まあ、僕がね再現して作ろうじゃないかということで具,具からそう牛肉100%のパテとかベーコンかでポテトフィリング、まあ、ポテトサラダ的なものとかソースも全部再現しまして、まあ、パン以外は大体再現したんじゃないですかね。で まあ動画9本、まあ、オニオンソース編とか、えー、牛肉100%パティ編とか作りまして、まあ、最後、実食でね合体して食べるというところまで9本ぐらい作りましてで1本目がね、あのー、まあサムネというかタイトル的にもちょっと釣りっぽくなってしまったんですよね、まあ、結果、その1本目がすごくえ人に見,られてみ見てもらいまして。 えっと今のところで9400回ぐらい超えてもうすぐ1万いくかなっていう感じなんですけどやっぱコメントもね、えー、いただきましたけど高評価9に対しての低評価11ということで、まあ、初めて高評価を低評価が上回る動画ということでやっぱこの釣りっぽく感じ,てた感じてしまった人がいたのかなと、まあ、確かに見てみると確かに釣りっぽいんですよ確かに僕も あまあそうだなつ、うん、釣ったつもりはないんですけどね図かからずもこう釣るような感じになってしまったということであのまだ見てない人はねぜひ見てみてください、はいえー、そして3本目の大きなものといえば、えー、とこちらですねこの電波組みインクにハマったということで、まあ、その流れでですね、まあ、僕 DVD ボックスっていうのを買ったんですけど、まあ、それを紹介する流れで 電波の方々という企画がねコーナーがスタートしまして、えー、それも、えー、と15本ぐらいそれは割と10月9月ぐらいからスタートして15本ぐらいか出しましたねそちらの方もなかなかあの反響が良くてですねコメントをいただきまして、えー、再生回数も割と自分的には いたかなとでそれきっかけでこれを出し始めて割とチャンネル登録者の方がちらほらとこう増えてもらったのでう、まあ、嬉しい限りですということでちょっと電波の方々に関しては電波の方々だけの,このまとめの動画を作ろうと思っていますので、まあ、そちらの、ね、方も気になった方はご覧くださいということで、まあ、こんな感じですね2016年の「男子ライフトーキング」。 ちょっとね、鼻声ですけどもついにこの年内鼻声は治らなかったということで鼻声でお送りしてます今日来年もね削れスクラッチチャレンジそして、えー、と電波の方々この2本は継続していくのと,あと料理動画今年も実はそのじゃないバーガーだけじゃなくえっ、ー、とタイタイの酒蒸しと、えー、ひつまぶし薬味そして、えー、だしをかけて食べるっていうところと えっと、ぐるぐるウィンナーあの渦巻きを、ね、ぐるぐる長いウィンナーを、まあ、それに関しては、ね、焼いて食うぐらいの感じですけど、まあ、料理動画はねちらほら出してるんですよで実はもう1本出したかった動画があるんですけど、まあ、それはまだ撮れずにいるんですけど来年,来年でもいけるかなっていう感じがするんですそちらの方もね料理動画ちょっと出していきないそれとですねサバゲさばげ動画ちゃんとしたサバゲ動画を、ね、ちょっと出したい。 ということで、えーと、年明け8日かな、ちょっと8日、7日ぐらいにさばゲに行く用事、用事っていうか、行くので、行く予定なので、そこで動画ね撮れたらちゃんと言う、ちゃんとした動画が撮れたら、ちょっとアップしたいなと思いますので、まあ、来年も、ね、よろしくお願いしますということで、えー、変わらずにボーダーレスで、僕の生活の中から僕が好きなもの、興味があるものを動画にしてお届けするという、ちょっとややこしいことにね、 なってますけどまあ、それぞれ興味のある部分だけ見てもらって構わないのでまあごちゃごちゃしてますけども今年をねちょっと振り返ってみましたはいということで、えー、来年もまたよろしくお願いします良いお年をということでそして、えー、年明けてからご覧の方々まあ、明けましておめでとうございますとちょっとフライングでね言っときますはいでは、えー、また来年もこのチャンネルで皆さんとお会いできたらと思います 良いお年をバイバイバーイあなもよろしくお願いしますね鼻声でごめんなさい